はい、どうも、うずです。今回は富士フイルムの新しいカメラ、2021年11月に発売予定になっている、はい、こちらですね、XT30II、この富士フイルムの新しいカメラをお借りしてますので、まあ、ちょっとその使用感と、あとはこのカメラがどういった存在のカメラなのかというところを、ちょっと今回の動画ではおしゃべりしたいと思います。誰だ？ XT30 とあまり変わってないんじゃないかって。間違ってない。そうなんですよ。2019年3月に発売された XT30。このカメラの前のモデルという言い方になるんですけれども、その XT30 とこの新しく発売される XT30II は、見た目がまず変わってなくて、中身の方も実はそんなに大幅な強化はされてないんです。まあ、まずはその最初の XT30 から今回の第二世代で、何が変わったのかっていうところをざっくりお伝えしておきますね。一つは即距輝度範囲というものがありまして、暗いところでもオートフォーカスピントが合わせやすいかどうか、ここが前のモデル XT30 はマイナス3EV だったんですね。それが今回の第2世代 XT30II になるとマイナス7EV までオートフォーカスを当てることができます。そして背面の液晶モニター、こちらの解像度が約104万ドットだったものが162万ドットまで高精細になってます。あとは標準撮影可能枚数が少し上がった。以上でございます。まあこんなとこなんですよ、基本的なものとしては。まあただそのスペック的なものでは、まあ、こんな形でねちょっと変わったかなぐらいなんですけど、大きく実用的に変わったところ、オートフォーカスです。まあ私もまだ試し切ったわけじゃないんですけど、オートフォーカスのアルゴリズムがかなり強化されていて、動体撮影性能が飛躍的に向上しているという話になってます。ただこれに関してはすごく重要なアップデートだと思うんですよね。まあ、カメラの性能って多角的にいろんなところが見られると思うんですけど、やはり撮影するのに楽して成功写真を多く収めたい、そうなってくると重要になってくるのがオートフォーカス。この性能が上がったというのは非常にポイントが高いと思います。で、その精度に関してなんですけれども、今私が同時にお借りしている XT4、富士フイルムの X シリーズの上位機種です。このカメラとそのオートフォーカスのアルゴリズム、まあ、ほぼ同じって言い方なのかな、同じようになってるっていうのかな、あの性能に劣るところが感じられないので、非常に強化されてる点はあると思います。本当にピント合わせがすごい良くなったっていう体感的なものがあります。そして先ほど挙げた変更点、暗い場所でもオートフォーカスが合いやすい。これに関しても、あの比較的に明かりが当たってない場所にオートフォーカスを当ててもしっかりピピッピピッって反応してくれます。前のね XT30 をお借りしてレビューした時はやっぱ暗いところがちょっと苦手だった印象があるので、まあ、確実にここのところも良くなってるかなと思います。まあ、そんな記憶力がいい方じゃないからね。あとは追加されてる要素として、富士フイルムのフィルムシミュレーションにクラシックネガとエテルナブリーチバイパス、この最近加わってたものがこちらの XT30II にもちゃんと入りました。そして 4K 動画撮影、動画も撮れますからね、 4K 動画撮影をするときに前の XT30 は約10分間で止まってしまったんですが、今回の XT30II は約30分 4K でも動画撮影が続けてできます。まあ、さらにちょっと動画なんですけど、FHD フルハイビジョンの映像で、以前のモデルは 120fps までだったのが今回は240まで上がりました。なので30フレームの動画であれば8倍スローモーションが活用することができますので、まあ、映像をねちょっと見せる幅としては広がったという言い方になります。まあ、この辺りは動画使わない方には関係ない話ですね。まあでもやっぱり動体撮影性能がこの XT4 と同じレベルまで上がってるというふうに考えると、すごいパワーアップは果たしてるんだなって感じられますね。はい、でここで XT30II の実用面的な魅力があったポイントなんですが、本日午前中に趣味のロードバイク、こちらの XT30II を持って出かけてみたんですね。走ってきたんですよ。そしたらこれが当たりです。当たりでした。まあ、何が当たりなのかというと、まあ、やっぱり自転車で走行していくのに、あんまり荷物って増やしたくないんですよ。そんな中に、大型のレンズ、大きいボディのカメラって、まあ、私の価値観としては、まあ、NG なんですよ。持っていかない。なんですが、この XT30II、そしてこのコンパクトなレンズ、このぐらいの組み合わせだったら、まあ、ロードバイクのリアバッグっていうのをちょっとつけてるんですけど、その中に、ちょっとこうね、布を巻いて、入れとくだけで、全然邪魔にならないです。まあ、ちょっと比較としてはね、意地悪な比較なんですけど、レンズが違うからね。こういった XT4 と、例えばこういう高性能レンズ、
を持ってかなり重たいんですけど、まあ、この組み合わせでいくんだったらもう明らかに XT30II に軽いレンズを持ってロードバイクで出かける方が絶対的にいいです、楽です。まあ、なのでそのサイズ感がこの XT30II はすごくよくできてるなって思いました。まあ、これに関しては XT30 の初代機、2019年に発売された時にリトルジャイアントって呼ばれていて、その大きさのメリットっていうのがすごく打ち出されたものだったんですが、この小型さで XT4 と同じような写真が撮れる、最高じゃないですか。まあ、ただ富士フイルムの難しいところって、このクラスのカメラが実は今3機種あるんですよね。よりコンパクトな XE4、 そしてボディ内手ブレ補正が入ってる XS10 で、この後発売するこちら XT30II なので、どれを買ったらいいか迷っちゃうって方が結構いらっしゃると思うんです。でも私なりにこれ3つってそれぞれ特徴が違うので、一言でちょっとあえて言うと、ともかくコンパクトでスタイリッシュなボディがいいっていう方は XE4。 非常に使い勝手がよく、フラットデザインですからね、四角いデザインなので、好みが合う方はめちゃくちゃいいと思います。そして、ボディ内手ブレ補正、グリップがギュッと握れる XS10。撮影をメインに考えると、こちらのカメラはかなり有効。で、この XT30II に関しては、このダイヤル操作で使えるアナログ操作感。あとはもちろんこのデザインですよね。ちょっとクラシカルなデザインのこのカメラの形状、これが好みに合うっていう方はこの XT30II めちゃくちゃ合うと思います。で、どのカメラも富士フイルムの写真のその絵作りの良さっていうのは味わえるカメラなので、本当に自分で好きなスタイルに合わせてカメラを購入できるっていうのは富士フイルムのいいところなんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと逆の見方しちゃうとね、分かりにくいっていう言い方をする方もねいらっしゃるかもしれないんですけど、内容分かって選べば選択肢が多くて自分に合うものを見つけやすいっていうカメラ、それが富士フイルムのカメラ。はい、でラストにこの XT30II、前のモデル XT30 を持ってる方がじゃあ買い替えをするのにおすすめなのかっていうと、そこに関してはノーです。買い替える必要はないと思います。まあ、絶対的にないわけじゃないですよ。お金がある方はぜひ買い替えてください。ただ、前のモデル XT30 から XT30II にするぐらいだったら、まあ、そこは、上位機種の XT4 や XT3 を選んだ方がいいかなと私は思います。まあ、それ以外にも、先ほど挙げた XE4 とか XS10、こういったカメラを使って使い分けて使うんだったらありかなと思うんですけど、XT30 から XT30II にする意味はあんまないかなと思いました。まあ、なのでこの XT30II に関しては、これから富士フイルムのカメラを初めて使いたい方とか、あとは逆パターンですけど XT4 や XT3 を使ってらっしゃる方が、もうちょっとねコンパクトに使い回せるいいカメラが欲しいってなったら XT30II おすすめになると思います。はい、こんな感じで XT30II の魅力と、あとは違ったね変更点ポイントを話させてもらったんですが、このカメラに関してはまだお借りしたばかりでしばらく使えますので、一緒にお借りしている単焦点レンズや、あとはタムロンのこの後発売される18-300mm のレンズ、これもねすごいいいレンズですから、これらを組み合わせてもうちょっと試してみて改めて動画の方を上げていきたいと思います。まあ、その時にはレンズの話が中心になるかもしれませんが、はい、富士フイルムのカメラに興味がある方はぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。普段からカメラの話を中心にいろいろなガジェット商品の紹介とか、あとは、好きなゲームの話なども入れてる YouTube チャンネルになりますので、何か趣味興味が合う方はぜひ、高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でバイバイ。これ XT30II ってちょっとインタビューか何かで答えられてたら申し訳ないんですけど、この XT30 っていう前面のロゴ、なんで XT30II ってしなかったのかな ?30 ですもんね。なんか理由があるのかな?ね、これがせめてね、2っていう刻印が入ってたら、新型ってよりわかりやすくなったんですけど、ちょっとその辺が、なんだろう。なんか何かしらね、理由があるんだと思うんですけど、個人的には XT30II ってロゴを入れてほしかったかな、ボディに。